バタージ。バタージ。今回は、改めて、こちらの、はるみさんの紹介をしようと思います。よろしくお願いします、はるみさん。お願いします。はい。あ、ブルーノさんも戻ってこられましたね。レポープレゼント。ブルーノでーす。はじめまして。はじめまして。はじめまして。はい。まあこんな感じでちょっと緩めにじゃあやっていきますということで、最初と僕が喋りますね。なぜこのはるみさんとブルーノさんを僕が知ったのかっていうことなんですけど、まあ、はるみさんとブルーノさんは何年前からですか YouTube を始めたのは。もう3年になるかな、今度の10月で。3年、今度の10月で3年、じゃあ3年弱ですね。そうだね、まあ、3年弱その YouTube をされてて、まあ、はるみさんは、まあ、ブルーノさんと、4年前、5年前ぐらいですね。出会ったのは6年前です。出会ったのは6年前。まあ、はるみさんもちょっとここ聞いていくとすごい深い内容になるんで、この動画では省略するんですけど、まあまあいろいろ経てブラジルに来てブルーノさんと出会い、ブラジル、結婚し、こちら、リオデジャネイロ州カボフリオというところで、まあ、生活されていて、で、まあ、ブラジルのこととか、あとポルトガル語講座っていう形で、まあ、日本人の方向けにこうポルトガル語の勉強用の動画を発信してくださってました。で、まあ、僕がブラジルに来る前ですね、ブラジルに行くっていうことが、まあ、決まったタイミングで、まあ、YouTube で、まあ、ポルトガル語勉強できないのかなと思って検索したのがきっかけです。で、そこではるみさん、ブルーノさんの動画を見つけて、うわ、これはすごい勉強使えるなと思って、まあ、ブラジル来るまでの間、そして今現在でもはるみさんの動画を参考にさせてもらってポルトガル語の勉強をさせてもらっています。そういういきさつがあってちょうど1年前ブラジルに来た時もあるご縁があって、お会いさせてもらって、ちょうど1年経った今となってこのはるみさんが住むカボフリオに、ね、来させてもらったという形になります。はい、うん、さあ上手だね、喋るの。じゃあちょっとはるみさんにも喋ってもらおうと思うんで、どうして、はい、YouTube を始めようと思ったんですか。YouTube 始めようと思ったのはブルーノがなんか自分の仕事の関係で、はい、チャンネル持って、はい、ブルーノも教える仕事をしているので、はい、それを始めて、それ見てて、あ、なんか面白そうだなと思って、はい、ちょうど1人目を産んで6ヶ月、7ヶ月とかだったからなんかしたくって、はい、それで始めました。あ、わかりました。あ、じゃあブルーノさんも個人で YouTube チャンネル持ってるってことですか。個人じゃなくてね、3人くらいでね、とりあえず出世して、あ、仕事の仕事関係かな。もうね、2年くらいやってて、ね、そうそうそう。あ、わかりました。編集も頑張ってたよね。ね、続けてればよかったね。だってチャンネル登録者、なんか2年やってないのになんか増えててさ、ムカつくでしょ。ブルーノさんはその以前仕事の関係で YouTube やってて、もう2年ぐらい1個もやってないのに、そう、なんかチャンネル登録3000人ぐらいいるらしいです。高いかってるよ。多分もっといると思う。もっと4000人ぐらいいると思う。ブルーノさんは2年投稿しないのにいるらしいです。そうそうそう、投稿してもな。大丈夫。はい、まあそういう感じで、まあ、YouTube をつなげて、YouTube をつながって、まあ、僕は当時まだ YouTube をしてなかった自分がはるみさんの YouTube を見て、まあ、勉強を始めて、まあ、そういうのも関係あって僕も YouTube を始めようって思ったのもありますし、もちろんいう感じで YouTube と YouTube で人をつなげていただいたっていう感じですね。もともと出会いとしては、出会いきっかけって言ったら、はい、そういう感じなんで、で現在でははるみさん、そのポルトガル語講座以外にも、まあ、英語で発信してみたりとか、あと、まあ、ブラジル人向け、ブラジル人の日本語勉強してる方向けに日本語講座をやったりとか。特にブルーノで、はい、ブルーノ自分の動画見て日本語勉強してるから。そうそうそう、まあ、そんな感じで本当に何ですかね、ポルトガル語を勉強してる方向け以外にも本当に外国語、英語とか、その本当にもう英語ペラペラなんで、はるみさんはもう英語圏での生活長いんで、本当にもう外国語を学びたいなって方は本当にはるみさんの考え方とか、うん、そういった動画すごく参考になるので、ぜひチェックしてみてください。はい、もうランク、あ、ランクじゃない、リンク貼っときますんで、下に。そこ見ずる。そしたら、はるみさんのこともよくわかるんで、はるみさん自身でいろいろ発信してくださってますんで、うん、もうはるみさんがどういった方なのかっていうのはもうすごくわかりますんで、はい、ぜひこれきっかけに興味持ってくださった方、はるみさんのチャンネルチェックしてみてください。ちなみにチャンネル名は、チャンネル名は現在、最近変わって、そうそうそう、はるみ&ブルーノですね。そうだね、ポルトガル語で言うと、
ポルトガル語でハルミインブルー、ハルミインブルーのね、やってますんで、はいはい、ぜひ検索してみても、ぜひとも、はい、まあ、今日本の方々で外国語を勉強したいって勉強してる方チェックしてみてください。よろしくお願いします。ウィトブリガード、チャオチャオ。